1年ぶりにこの横浜アリーナに帰ってきたぞ。誰が生きるのか誰が死ぬのかわからないけど、去年以上の試合をやってやるからな。最初から最後までちゃんと見てろよ。行くぞ。94年春、新たなる女子プロ夢伝説が生まれる。レスリングクイーン団横浜美人王国、ただいまより開催いたします。全選手入場。する青春の扉全日本ジュニア選手権試合20分1本勝負。青コーナーよりチャレンジャー全日本女子プロレス浜田理恵。赤コーナーよりチャンピオン JWP キャンディー奥津。プロレスリトルビッグマンのアリーナ大冒険第3試合、熱風対ベイブリッジ疾走全日本タッグ選手権試合30分1本勝負。青コーナーよりチャレンジャーチーム全日本女子プロレス伊藤薫、渡辺智子。赤コーナーよりチャンピオンチーム LLPW 半田美希、紅夜叉。第4試合スペースフライングジムナスティックス30分1本勝負。青コーナーより JWP 福岡光。赤コーナーより全日本女子プロレスチャパリータあさり。第5試合プロフェッサーレスリングバイブル30分1本勝負。青コーナーより FMW 不動めぐみ、ナース中村。赤コーナーより全日本女子プロレス南鈴鹿、白鳥千佳子。第6試合リングマジシャンショーエンブ IWA 世界女子選手権試合60分1本勝負。青コーナーよりチャレンジャー JWP ブラムマリコ。コーナーよりチャンピオン全日本女子プロレス豊田真奈美。ハウス強豪ハロー稽古45点1本勝負、青コーナーよりレジー・ベネット LLPW イーグル澤井、赤コーナーより全日本女子プロレス堀田由美子井上貴子、第8試合ラスカチョーラスオリエンタルス VS ピュアハート横浜大空襲 JWP 認定タッグ選手権試合60分1本勝負、青コーナーよりチャレンジャーチーム全日本女子プロレス三田悦子下田美馬、コーナーよりチャンピオンチーム JWP 尾崎真由美キューティー鈴木、9試合ディモリッションブーマンホットランニング60分1本勝負、青コーナーより JWP ダイナマイト関西、コーナーより全日本女子プロレス長谷川早紀江、第10試合メジャーリーガーダービーマッチオールパシフィック選手権試合60分1本勝負、青コーナーよりチャレンジャー全日本女子プロレス井上京子、赤コーナーよりチャンピオン全日本女子プロレス山田俊夫、第11試合メインイベントデンジャラスクイーンファイナルカウントダウン4大教授最大最後の遭遇、時間無制限一本勝負、青コーナーより全日本女子プロレスアジャコングブル中野、コーナーより全日本女子プロレス北斗晶 LLPW 神取忍、以上全11試合を行います。1年ぶりの横浜大決戦、どうぞご期待ください。それではここで全日本女子プロレス工業会長松永隆より皆様へ挨拶がございます。本日は大変多数の方々にご観戦たまり本当にありがとうございます。今年も昨年同様この横浜アリーナに参りました。選手全員猛特訓いたしまして今日の試合に備え好ファイトを行いますことを誓いまして本日皆様方大変ありがとうございました。続いて本日メインイベントに登場する4選手から決意の言葉があります。まずはブル中野選手。誰と組もうと誰と戦おうと今日はこのブル中野が主役技を奪います。やるぞ。続いて神取忍選手。今日は本当は組みたくはなかったんですけど約束は果たしました。今日はブルーお前の首を狙うからな。続いてアジャコング選手。背景北斗晶殿逃げないでよく来てくれましたね。でも花を持たせようなんてことはこれっぽっちも思ってません。容赦しないのでそのつもりで覚悟していてください。追伸リングに上がってからビビんなよ。そして北斗晶選手。アジャ、ブル、そしてカンドリー、お前らがな3人固まろうと私のことは捕まえられねえんだよ。お前らが勝とうとな頑張ってるところを私は十分楽しませてもらうよ。以上をもちまして全選手入場式を終了します。選手退場。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、今回はレスリングクインダム横浜美人王国、いよいよやってきました。久しぶりのオールスター戦であります。いつものようにノーカットで最後までごゆっくりとお楽しみください。解説はいつものように、ライターの斉藤文子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや久しぶりにねビッグマッチやってまいりましたけれども、はい、気持ちがいいですよね。非常にたくさんの、ね、お客さん来ましたけれども、はい、なんといっても注目は北斗晶、そうですね、はい、カンドリと初コンビ、うん、最初で最後ですもんね。どうなってしまうんでしょうね、それもそうですし、まあはい、ブルアジャ組の戦いぶりというのも、はい、非常に興味があります。まあ、本当にこれは蓋を開けてみないとどんな試合になるか全く予想がつかないという意味では、うん、そうですね、かなり凄惨なやつを分かんないですけどね。期待してますか。いや期待はしないですけど。なるほど。他にもですね、いろんなタイトルマッチがありますけれども、実に5試合。そうですね。タイトルマッチではないんですが、長谷川ダイナマイト関西のシングルに非常に注目しています。なるほど。今日の第9試合ということになりますけれどもね。まあとにかく全11試合本当に盛りだくさんの内容になっております。最後までごゆっくりとお楽しみください。いよいよ今日のオープニングマッチです。口開けの試合は全日本ジュニア選手権試合。チャンピオンの JWP キャンディー奥津選手です。さあ今日はどんな試合を見せてくれますか。いつも通りにガンガンいってこれからも防衛し続けてベルトの価値を高めたいと思います。はい、2回目の防衛戦頑張ってください。そしてこちらがチャレンジャーの玉田理恵選手です。さあこの大舞台に出ることができましたですね。はい、キャンディー奥津選手どうでしょう。はい、ジュニアリーグを勝ち抜いてきたので、他の選手に対しても頑張ってベルトを全場に取り戻したいと思います。そうですか。チャンピオンどうですか、はい、印象としては。前から戦いたかったんで、今日は若さをぶつけ合って一生懸命頑張りたいと思います。はい、期待しております。はい、試合に先立ちましてフジテレビジョン様より両選手レフェリーに激励の花束が贈られます。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。本日のオープニングマッチ、スパークリングハッスル青春の扉全日本ジュニア選手権試合20分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者全日本女子プロレス130パンス玉田ひげ、赤コーナー選手権保持者 JWP140 パンスキャンディー奥津、レフェリーチャーリー東。さあ本日の第1試合、スパークリングハッスル青春の扉全日本ジュニア選手権試合20分一本勝負、チャンピオンキャンディー奥津に全日本女子プロレス玉田理恵が挑戦する一戦をお届けしてまいります。この試合の解説は全日本女子プロレスの小川広報部長と JWP 女子プロレスの山本代表の2人にお願いしたいと思います。ご両名お願いよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。1試合目から張り切っていきたいと思います。いきなりちょっと始まっちゃいましたけどね。クランチャーですね。はい。いいですね。そうですね。それではですね、全日本女子の選手のことは小川さんに主に聞いて、JWP の奥津選手については山本代表からお話を伺いたいと思います。小川さん、玉田選手、ああいう形の飛ばしてますね。ああいうダイブは初めてじゃないですか、やったのは。玉田選手、珍しいですよね、まずクランチャーは。そうですね、前場の場合、新人は割とベーシックな技しか使わないですから。山本代表からご覧になられて、奥選手の今のダイブどうでした？良かったんじゃないですか。スピードがすごい乗ってましたよね。そうですね。リングのやっぱりロープの張りが違うんで大丈夫かなと思ったんですけど、なんとか無難に決めてくれました。走り込んでから飛ぶまでのスピードがすごい速かったですね。そうですね。はい。また試合には直接関係ないかもしれませんが、奥選手の水着はこれはお乳というか、これはね、ここ1月ぐらいでね作ってきたやつなんですよ。前まではね、水色と青がベースだったんですけども、最近この白と金と黒にちょっと模様替えしまして、ひょっとしましたらJWP の水着を作ってらっしゃるデザイナーの方というのは同じ方ですか？そうです。やや今回のあれですね、衣装は完全にそうですね。ちょっとキューティーに似てますね。キューティー系、そうですね。なんか奥津がなんですか、肘かなんか痛めたみたいですね。場外でプランチャーを受けた後でしたが、自分でプランチャーやってなんかそのままね、肘ですか、ものすごい飛距離というかスピードの飛んでいくという感じがしましたからね。そうですね。なんかアクシデントはなければいいんですけども、かなり痛そうですよ。玉田はジュニアリーグをね、7人参加で途中3人棄権して、1位の前川がまた決勝で棄権して、2位で決勝で上がってきた選手なんですよ。すごいこのドロップキック、本当にドロップキックはすごいですよね、玉田選手ね。もうね、売り物ですから。売り物ですね。これなんかおかしいですよね、腕が。そうですね、折れてなければいいですけどね。なんか曲がっていくような感じしませんか？いや、ちょっと冷や汗ものですね、これはね。なんか第一試合からちょっと凄惨になってますね。アクシデント。玉田はね、状況聞いてきますんで。ジュニアの選手権持ってましたからね。そういう意味で意地でもこれ前場のまあ手法ですから。繰り返すというところですね。今JWP の山本代表の方がデビル正野選手にお話を聞いてるようですが、気合を入れたって感じですよね、今のドップキックは落ち着いたりして。試合開始早々ですからね。結局腕使えないとね、ジャーマンとか自分とね、得意技使えないでしょ。そうですね。球したんじゃないかということですよ。浜田としましてはね、このオクスとやるのはすごい楽しみにしたんですよ。だから本当は万全にね戦いたいと思うんですけども、そうですね、まあ、デビルの話ではまず大丈夫だろうということなんで、今の試合はまあとりあえずということですね。まあ手使ってますし、ちょっと今かばいましたけれども、そうですね。これはでもお靴はもう根性の見せ所ですね。はい。ちょっとウエイトもなんか白い水着ですから、またちょっと太って見えるというのがあるかもしれませんが、ウエイトもややアップしているというのが印象もありますね。ちょっと回復してきたかな。いや、かばってますけどしょうがないこともあるんですね。でも第一試合からノリがいいですよね。そうですね。まあ、山本代表には悪いんですけど、このベルトをね、返してもらわないと。全日本っていう名前ついてますからね、ベルト。まあ、JWPのリングで、農地と、一度防衛戦をやりましてですね。その、まあ、2回目の防衛戦ですか。やっぱりでも、この若手の間に、やっぱりこのジュニアのベルトってステータスあるみたいですね。一応、前場の名のある選手は、みんな取ってますからね。一度は巻いたベルトでしょうね。玉田選手なんか、割とこう雑草のように育ってるじゃないですか。で、お靴の場合はこう順調に来てますよね。だから玉田選手にその意地がすごくあると思うんですよね。キャリアといいますか、期間の割には成長早いですよね。そうですね。そういう意味でね、もう玉田、これは本当にうちのジュニアの代表ですからね。取り返さないと。お互いに気迫が溢れて面白いですね、第一試合から。そうですね。立て続けにプランチャー打ってたところでみんなを乗せちゃったというようなところがあるかもしれません。まだ客席のボルテージ下がってないからこのままいったほうがいいですね。腕かばっちゃうとああいう失敗が出てくるかもしれませんね。気にしないほうがいいでしょうか。今明らかに腕、肘をかばいながら走ってきましたから、まあこういうのを乗り越えないとやっぱり上に上がっていけないですからね。そうですね。やっぱり玉田はね、ジュニアの決勝で白鳥を破ってるんで、そのあたりの実績やっぱりまあ本人としては大きいと思いますからね。それほど格というお話ではないかもしれませんけれども。僕の話を見ましたけど、玉田選手の勝ち方は完璧でしたね。完全にその固めて最後のフォールものっていう感じですもんね。そうですね。アマレスの技術は強いですよね、玉田選手ね。そうですね。それがもう全体のね基本ですから。だからファイトがお互いに空回りしないといいんですけどね。そうですね。やりましたね、今ね。やっぱある意味でお靴のファイトってのは捨て身のところがありますからね。でも思いっきりの良さがないとまた全く話にならないと言いますかね。まあ体格はねお靴の方がいいですからね。あ、これは新しいですね。相手の体の上で今体回りましたね。本当に体は完全に小さい方ですから、これが前場スタイルっていうんですかね。すごいすごいとこ、結構正面と横跳びを打ち分けてますね。ドロップキックがフィニッシュになりますね、この人。おそらくね、この攻撃で玉田の名前みんないっぺんに覚えちゃいますね。なんかすごいドロップキックをする選手ということで、ふてぶてしい感じがありますね。若手時代のトヨタ真奈美選手なんかもドロップキックで見せてましたもんね。もう思いっきりやるしかないですよ、ね、こういう。今の飛び方だからボディブロックかと思う、クロスボディかと思ったらあくまでもドロップキックでしたね。JWP の選手の良さっていうのは、受けの思いっきりの良さがあるんですよ。だから反面、まあ、ダメージも食らうというね。ジャパニーズレグロールありますね、ここから。奥選手もキャリアの割に自分のスタイル持ってますね。そうですね。必ず今のドロップとホールドで足すくってから来るんですよね。今のキックでも強烈でしたよね、この。お靴これダメージありますよ。よく見てました。お靴もね、ああいうね、ちょっと技に走っちゃってるから、うん、もっと、そうじゃない部分で勝負しないと、また今のクロスボディ2回目ですから、チャンピオンの奥選手は、玉田の回転ものも気をつけた方がいいですね。そうですね、はい、どっからでもホールきますね、これは。玉田、こういう舞台初めてのあれは結構いいですよ。ちょっと今のバックドロップはやや不十分、そうですね。これは見せ場、いけないですね、やっぱり手の全然踏ん張りが効かなかったですね。一箇所悪いとダメなのかなという気がしますね。これは投げっぱなしにいった方がいいですね。強引にという感じでしょうね。そうですね。これはもう奥津大苦戦ですね。大苦戦でした、はい。全日本ジュニア選手権20分一本選手、20分一本勝負はチャンピオンキャンディ奥津選手の、ジャーマンによる勝利ということで王座防衛ということになりました。まあ玉田の印象を残したということでね。そうですね。あったと思いますよ。山本代表としては今日はそうですね。やっぱり奥津これ一つの全日本ジュニアの壁に初めて当たったと思うんですよね。そうですね。チャンピオンであることの難しさ。防衛することのハードさ、もう奥津はこれ学んでもらって、はい、次にはもっといわゆる相手を圧倒するような防衛戦をやってもらいたいですね。とりあえずチャンピオンベルトの防衛には成功しましたからね。はい、はい、でも玉田選手、カバー上がったんじゃないですか。いやー、ドロップキック一つで生きていきますよね。うちの有明でもノーチとぜひいい試合をやってもらいたいですね。なるほど、もう一回やりたいですね。そうですね。見事防衛に成功いたしましたキャンディー・オク選手にコミッショナーより認定証の授与でございます。認定証キャンディー・オクのあなたは横浜アリーナで行われた全日本女子プロス協会認定全日本ジュニア選手権試合で見事勝利を収められました。ここに認定証とチャンピオンベルトを送りその栄誉を伝えます。平成6年3月21日全日本女子プロコミッショナーよりおめでとうキャンディー奥津選手、こちらの方に戻ってまいりました。お疲れ様でした。まず右肩。肘なんです。肘なの。どうですか。スタートの場外のプランチャーで、思いっきり右手だけで支えてしまったんで。脱臼じゃなかった。よくわかんないですけど。まだ痛みがあります。やっぱりそれがあったから、その後。試合組み立てること自体難しかったですね。でも怪我をしたのは自分のせいなんで、でもそれよりジャーマンを2回返されたことが悔しいです、あれはローリングで持っていくつもりだった。はい、あそこうまくいけなかったですね。はい、そうですか。その涙っていうのは悔しい涙。そうですか。分かりました。まだまだこのベルトの価値を高める時間はいっぱいありますから、はい、次頑張ってください。はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。第2試合はリトルビッグマンのアリーナ大冒険と題してお送りします。赤コーナーグレートリトルムタであります。さあ今日の試合に臨む意気込みを一言。試合見ろよ。はい、指がちょっと震えています。さあそしてこちら青コーナー、こちらも驚きです。アブドラザ・コブッチャー、今日はどうですか。相手を倒します。気合が入ってますね。相手を倒します。塗るのにはどれくらいかかったんですか。相手を倒します。はい、気合が非常に入っております。第2試合特別試合リトルビッグマンのアリーナ大冒険パイプハーディング杯争奪ミゼットプロレス10分一本勝負を行います。青コーナー、今日だけは頼むから惚れてる女の子のことは忘れて試合に集中してくれ。実に10年9ヶ月ぶりの復活180パンスアブドラザー・コブッチャー。赤コーナー、全国3000人ミゼットプロレスファンの皆様お待たせいたしました。この男が噂の男、東洋の神秘90パンスグレートリトルムタ。レフリーユセフ・トルコ止めぞというわけで、本日の第2試合はリトルビッグマンのアリーナ大冒険グレートリトルムタ対アブドーラ・ザ・コブッチャーの一戦をお送りしていきたいと思いますというわけでなんか途中から外してくれましたね、いきなりね。もう究極のね、あれですか、アブドーラ・ザ・コブッチャー10年9ヶ月ぶりの復活ということだったんですが、デビューとした時はそういう名前だったんですよ。なるほど。まあこんなに黒くなかったですけど、トーニャ・ハーディ2敗争奪。そうですね、アブドーラ・ザ・コブッチャーのリングシューズなんか見ますと、おそらくこれは村山レフリーかあたりが一生懸命図工の時間をやったんじゃないかという気がしますね。これでも男子のプロレスでも実現してない感じですよね。そうですね。ユセフ・トルコつながりともど良かったですねレフリー。ミゼットプロレスというのは今井リングアナウンサーも入れてワンセットですね。ローリングエルボーありました。ブッチャーというよりダッコちゃん人形みたいですよね。黒くてそうですね。ちょっと古いですかね表現が。当たりはすごかったですね。唇が赤いのが印象的ですよこれはね。ブッチャー動きがいいじゃないですか。今日はそうですね。ドッキリが出なかったっていうのはちょっと笑っちゃいましたね。そういえばリトルムタコとリトルフランキー選手髪型もそれらしくちょっと切ってきたんですね、いつもは巨大なアフロヘアというかカーリーヘアですよね。これはね再三のリクエストでやっと実現したんですよ。もう本当はこの件とかでねもう1年も2年も前から頼んでたんですけど、なるほどリトルムタの STF ですね、とっておきのフィニッシュがあるんじゃないですか今日は。そうですね相当ね考えてあるんでしょうね。なんか体がだんだん黒くなってきますね。色が剥がれてムタのですねパンツとコスチュームで上下で2万円というの極安値段で。リトルムタ弱い。表情がないところが怖いですね。こぶっちゃ怖いですね。これはボリショイキッドのボリショイですね。よくわからんですねこれは。腰くねダンスじゃなくて新しいバージョンができたわけですね。なるほど。今日はその掛けが出番があまりないですからね。なるほど。この辺でちょっと出番作っとかないと。これ新日本プロレスと全日本プロレスの関係者みたいに怒るんじゃないですか。そうかもしれないですよ。結構リトルムタはストロングですね。そうですね。今日打撃技が多いですね。しかしこの3人でよくいろんなバリエーションを考えますね、本当にね。ひょっとするとトッペがあるんですかね。おお今ちょっと危なかったですよ。危ないですかね。なんかムタの体が胸毛みたくなってきましたね。ムタの途中ですね。リングの下から何か探すとこもグレートムタ。やっぱり横浜アリーナとムタってのは合うんじゃないですか。そうですね。ひょっとするとよくシューズの中に何かを隠して2位をやるとかそういうパターンがありましたからちょうどこういう鉄棒だったですね。そうですね。あやってました。やっぱりパロディーですから徹底的にやらないとパロディーにならないですもんね。やってた。でも長すぎますね。なんかもものあたりまでいっちゃってこれは無理ですね。自分が怪我しますよね。上がれないっていうのはどうですか。リトルムタ流血ですか。こぶっちゃは流血してますね。本当だ。これ血を見ると強いんですよこのコブッチャーは。なんだか血だか模様だか分かんないですね。その陰にも一発やってもらいたいですね。ちょっと凄惨になってきましたね、試合が。まあグレートムタの路線ですから、またブッチャーであるならば額から流血はこれはしょうがないかという。もう何をやっても笑いを掴んでしまうというね。お、顔面キック。これちょっと今ハードでしたね。まあこれもグレートムタですからね、顔面つかみになりますよね。そういう意味で、でもコブッチャーとしての個性があまりないですね。まあエルボーとかやるんですかね。この辺りで。まあちょっと考え違いをしたんじゃないですか。間がありましたね。位置が悪かったんですけど。ブッチャーのジャイアントスイングという。お客さん、数を数えない方がいいんじゃないですか、やっぱり。すっくと立ち上がるリトルムタっていうのもいいですね。演じですね。ショートレンジで今決まりましたよ。これかなり入ってますね。これ演じといっても普通の蹴りの高さなんですね、きっと。なるほど。これかなりシュートっぽいですね。リトルコブッチャー、体力の限界というのはないですか。だんだんスタミナ切れ。口に何かあからさまに口に入れるっていうのはないですね。まあはいどうぞってなもんでしょう。そうですね。今度はちゃんと出るといいですね。本家もそうやってんですかね、佐藤さん。まあ口から出るんだから誰かを入れるんでしょうね。無駄ですからやっぱ短歌ですよね。こっちです。この間がいいじゃないですか。でも無駄は無駄らしくやるべきですね、やっぱり。失敗しちゃった。でもグレートムタらしかったですよ、それなりに。今のムーンサルトと見せかけての技ですかね。でもムーンサルトまでやったらパロディじゃないですから、ふんわり降りてきたところはまた可愛さという。回りきれなかったんですかね。長谷川早紀江選手が担架の位置を直したのがですね、印象的だったね。よかったです。長谷川早紀江の優しさって感じがしましたね。いやでもまたこのギミックやってもらいたいですね。そうですね。なんかの形で、なんかもう長谷川選手とか、まあ休んでますけどバット選手ですね。メイエベンターの一角に入らんかというのに、ちゃんと自分から進んで若手の役もやるというね。なかなか名勝負でしたね。なかなか面白かったと思います。見事勝利を収めましたグレートリトルムタ選手、こちらの方に戻ってまいりました。はい。お疲れ様でございました。ドッキリがなかなか出ない場面がありましたが。はい。ゴムが緩すぎて伸びて切れなかったですね。ちょっと納得いかない部分。納得いかないです。今日の試合はいろいろ。やっぱりもう一度やりたいです。また大舞台でチャンスを欲しいという。はい。その時もやっぱりできたらドームでやりたいです。できたらドームで。はい。やっぱりこのコスチュームで。はい。そうですか。期待しておりますんで。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。熱風対ベイブリッジ疾走と題して行われます全日本タッグ選手権試合チャンピオンチームです。さあ半田美希選手は今日はどんな試合を。もうベルトをまた持って帰りたいです、ね、前回と同じような息の合ったプレーを見せてくれますか。はい、はい、さあ紅谷先生どうでしょう。研究の成果を見せてやるよ。研究の成果、新しい技とかいろんなのが出てくるということですか。楽しみにしてろ。はい。こちらはチャレンジャーコーナーです。伊藤薫、そして渡辺智子両選手でありますが、さあ今日はどんな試合見せてくれますか。そうですね、前回両国で自分と長谷川のタッグチームで負けてるんで、今日は絶対に自分が叩き潰していきます。そうですか。はい、どうでしょう。自分たちはタッグチームが別々で違かったんですけども、今まで全日本タッグのベルトを取られてたんで、今回は取り返したいと思います。全日のベルトですので、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。続きましてチャンピオンベルトの返還です。本日の第3試合、熱風対ベイブリッジ疾走全日本タッグ選手権試合、30分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、全日本女子プロレス165パウンド渡辺智子、同じく青コーナー150パウンド伊藤香織。赤コーナーチャンピオンチーム LLPW165 パウンド紅ヤーシャー、同じく赤コーナー150パウンド半田美希、レフリートミラン。熱風対ベイブリッジ疾走全日本タッグ選手権試合30分一本勝負、挑戦者伊藤香織渡辺智子組がチャンピオンチーム半田美希紅夜叉組に挑戦する一戦です。この試合のゲスト解説者は全日本女子プロレスバット吉永選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、バット選手から見ると、はい、渡辺伊藤は同期ということで、はい、この位置から試合を見るのはなかなか寂しいですね。あ、寂しい。あ、そうですか。出たいです。そうですよね。はい。紅も含めてね、平成元年組と言われる人が3人出てますからね。あ、なるほどね。はい。入りたかったですね。入りたかった。はい。また別の機会に。はい。そうですね。もう何ですかね、これ。藤原組で覚えた感想ですかね。まあ、これ昔ラッシャー木村がやった回転4度陣。またバナナスプレッドとかね、いろんな言い方ありますね。前場にはこういう攻撃効かないんだというところでちょっと見せてもらいたいですね。藤原組、特に足首ものが非常に得意なんですよね。アキレス腱固めに行ってからヒールホールド持っちゃうとかですね、そういうのを教わってきたという噂がありますので、なんか半田と紅は週刊プロレスでかなりグラビアですね。はい、グラビアのアイドルじゃないですかね。やっぱり小川さんの立場だとそういう言い方になっちゃいますね。アイドルですか。アイドル。いや、なんかバストが大きいということで売り出してもらってるという形ですけど、バット選手試合のことはどうですか。小川さん。話フルフルっていう。この試合妥協しないですからね。伊藤は。伊藤が切れた方がいいですか。切れた方がいいですね。でも自信、完全に自分のレスリングに自信持ってるから切れる必要がないというね、割とそういう部分があるんですね。最近結構冷静なんですけど、妥協しないんですよ。なんかそりゃそうでしょう。伊藤は渡辺選手もこの中に入って渡辺選手ならではのね、変な馬力というのを見たいですね。変な馬力ですね。変な馬力を見たいですね。この2人は前場でも硬いところで有名ですからね。硬い。伊藤と渡辺はだから他団体の選手にとっては怖い存在ですよね。そうですね。いつも以上に渡辺なんか結構意地の悪いレスリングになっちゃうというんですか。気合入っちゃうんですよね、多分ね。さっき半田が伊藤のドロップキックをちょっと横でかわしてましたよね。すかしてたというか、ちょっと余計切りたくなっちゃいますから、そうですね。そうですね。力入っちゃいますからね。みんな顔違いますね、やっぱり。顔つきがいつもと。やはりこの横浜アリーナ大会というのは特別な日でしょう。やっぱりこんだけお客さん入ってますね。そうですね。去年の今日はバット選手、異種格闘技戦ですね。そうです。この状況の中でご覧の戦いに大変でしたもんね。大変でした。プロレス試合だったらまた違った気持ちだったんでしょうかね。そうですね、やりたいですね、プロレス。そうですよね、はい、バットが復活した暁にはまた、ね、いろんな方面で頑張ってもらいたいと思うんですけど、いろんな方面です、いろんな方面で、バットしながら、空手の系の選手にも尊敬されてますから、ニールキック、浴びせ蹴りですね、バットの中のバットをしながら尊敬してるって言ったのも聞いたことありますから、そうですか、嬉しいです。尊敬されるっていいことですね、はい、あの蹴りは男でもあんなに回転しないよって言ってましたね。そうですか、今ペースが前場のペースですよね。そうですね、神田選手耐えるタイプなんじゃないですか。そう、この中に入っちゃうとどうしても伊藤渡辺は攻撃型ですからね。前場もどちらかというと攻撃型かもしれません。前場としましてもね、第1試合でベルトを脱会できなかったですからね、これまた脱会してもらいたいんですけども、脱会してもらいたいですね、もう絶対に。もともとは伊藤選手の腰にあったベルトですから。そうですね、その前はね、バット渡辺組が持ってたんですよ。持ってました、そういえばですね、そういえばですね。この伊藤選手の水着もパターンは同じだけれど、実は上がおニュートが、そういうことですかね。ちょっとずつ変えてるんですよ。変えてますよね。下も変えてるんですよ。線入れたりしてますよね、黄色い。微妙に違うんです。微妙に、なるほど。渡辺はちょっと短くしましたね。下のもものところで青いの、はい。こういう攻撃すると伊藤はもうあれですよ、もう反撃のチャンス狙ってますよね。あ、顔、頭。2人相手、伊藤のはすごい、これ、すごい、2人、伊藤怒ってますね、2人相手にしちゃって、伊藤ね、なんかこういう時でも冷静なんですよ、冷静、打たしといて、隙狙ってますからね、なんかよく、中学校とかで2人相手に、でもね、伊藤ね、これちょっと冷静にやってもらいたいですよね、あんまり感情に走ると、試合がぐちゃぐちゃになりますから。今乱闘の時顔が妙に冷めてたんで、やっぱりプロだったらね、もうちょっと冷静にやらないと。でもあれだけで十分に見せ場だったっていう気もしますけど、今なれば。そうですね。でもね、これ乗り越えていかないと上上がれないですよ。そうなんです。あまり感情に走っちゃうと。要するに器の大きいものを持てということですね。そう、もっと懐深くしないと。冷静に見えて、なんかもう。いや、みっちり入れてますね。来てるんですね、きっと。どうしてもね、LL とのあれはこうなっちゃいますね。でもそれがまたね、対抗戦の格っていうかね。全日本タッグってこういう試合多いですよね。全日本タッグが割と団体対抗戦の一つの柱というか軸になってますから。でもこの熱いところがないとね、やっぱり対抗戦の意味ないですからね。ただあまりね、走りすぎちゃうと、対抗戦の対はやはり対立概念の対ですから、競り合うという意味がやはりありますから。でもこういう時に限って結構渡辺が冷静なんですよ。なんでですかね。伊藤がなると渡辺が結構冷静なんですよ。なっちゃうんですかね。なるほど。あそこで渡辺出てきたらもう収拾つかなくなったでしょ。そうですね。ぐちゃぐちゃ。バットがまだいないだけね。何ですか？そしたらバット吉永あたりも蹴りぶっ込んでますよね。いい、自分冷静ですから。冷静。この世代はやっぱりね、熱くてもいいかなっていう部分もありますけどね。そういえば昔前場にいた長嶋、今やもう本当に紅野の古文と化してますね。古文ですね。完全に。なんか LLPW 本日の大会はWAR と新格闘技プロレスの方にも選手を貸し出してまして、セコンドが長嶋だけだっていうことなんですよ。なるほど。さっきジェンヌさんも見ましたよ。ジェンヌさんももう一回山田とやってもらいたいですね。おお、相当すごいです。なんか渡辺冷静ですね。結構伊藤が切れると渡辺冷静なんですよ。そういうもんですか。そうやってバランス取るとか、多分頭の中で考えてるんですよね、アホな頭で。こうやるとまだ鍋も切れちゃうんですよね。またやってみろって感じでしたね、今ね。体が違うんですよね。普通は振り向きざまになんか体重を落とすのに、今日は飛んだという感じがしましたね、とりあえず。今日はでもね、渡辺の攻撃冷静だね、すごく。今の走り込んでのラリアットなんかちょっと井上京子的なね。そうですね、あれ体重のある人はいいですよね。はい、そのまま乗せますから。あ、そういえばこの攻撃さっきやりましたもんね。しかしですね、渡辺いいペースで来てますね。普通これは蹴りなんですけど、だったんですけどね。まあショートのドロップキックっていうのもいいですね。きますね。今のもちょっと危険ですよ。すごいバックドロップ。今のバックドロップっていうよりも逆さに落としただけみたいだったですね。すごいですね。先頭ですね。決まりました。とっても綺麗。半田というのはやっぱりこのクラスの選手とだといいし、なんかいい相手になりますよね。体のサイズ決して小さくはないですから。飛び込みましたね。一頭倒れないですよ。でも何でもねえぞっていう。冷静です。なんか今日はこれとっても伊藤選手の心意気っていうか出てますね、気持ちがね。取り返したいんですよね、きっと。あとやっぱり前女とね LLPW の戦いの差というのをね出したいと思いますよ。なるほど。ここ蹴るんですか。ノーガードキックもいろんなバリエーションできてますね。いろいろきましたね。なんか非常に対抗戦っぽいですね。まあこのムードなんでしょうね。対抗戦というのは。腰ありましたか？腰、やけびのまんま食らってひっくり返ったんで。ちょっと痛いですね。タッチワークも悪くないし。まあいつも組んでなくても大体わかるんじゃないですか。そうですね、試合の数が多いから、半田と紅ともあまりタッグ組んでないんですよね、実は。なるほど。そうですね、全日本女子の場合、それがタッグであっても、6人タッグであっても、なんとなく組んだり、組まなかったりっていうことは、日々あるから。あ、痛い。腰きてますね。一回失敗したんで無理やりやりましたね。ここで紅の攻撃がどんなもんなのかっていう見たいですね。顔面ありましたよ。全城選手は紅が週刊プロレスの表紙になりましたので、みんな結構意識してますよ。意識してますよ、みんな。そうですか、やっぱり。もうそのシープラー来た時はもうみんなそばでこう表紙だよなんつって。そうでしたか。だから逆に一発食らわしてやろうって気あると思いますよ。なんでっていうのもありました。なんでですか。それは聞いてなかったですけどね。でもあったんじゃないですか。どうしてだろうっていうのがあったかもしれないですね。そう、これが鍋の飛び方なんですよ。回りきらないの重くて。いきなり。そうですよね。やっぱ関節多いですね。そうですね。これも足首固めの一種ですもんね。伊藤も柔道やってたんでね、やっぱ関節なかなかね。レスラーとしてはフォール取られるよりもギブアップの方がもっと嫌ですか。嫌でしょ、やっぱ高さんはそういうもんなんでしょうね。フォールならまだ一瞬で取られることはあっても、フォールも嫌ですけど、ギブアップの方がちょっと自分が情けなくなりますね。高さんですもんね。かなりこのなんかこの全日本タッグいいですね。シリアスで。こういう落とし方があったかって感じですね。これも変形のボーアンドローというか。なんかね、研究してますよね。やっぱりね、王者チームだけあって。やっぱりね、タイトル守ったり取ったりするにはいつもの技だけではやっぱり勝てないと思いますよ。そうですね、研究してきた部分に関してはチャンピオンチームの方がよく考えきているという感じがします。打撃系はねやっぱり全場の選手ありますけどね。ただ伊藤選手、渡辺選手の方がスタミナが根本的にありますから、スタミナがありますから。押されましたね。でも両チームともコンディションいいですね。そうですね、動いてますね、本当に。場外ですか。はい。あ、半田さんが飛びますね。2人に当たったですね。キレネらしいファイトっていうのはまだですよね。目をついたりとかすごい。ああ、切れちゃいましたね。1回目しのいだんですけどね。エルボーですか。はい、ちょっと浅いですよね。やっぱり攻撃力ではちょっと落ちますね、LL の方が。ああすればこうするってよく見えましたね、今ね。こう来るか、ああ来るかって感じで。半田選手はブリッジものの、特にジャーマンとかは非常に綺麗なものありますから。はい、伊藤もなんかラリアットみたいな完成ですぎますよね。渡辺冷静ですね。そうですね。しっかり見てるっていうか。ジャーマンは決めたものの、半田選手ちょっとバテてますね。うまい。伊藤はもうこういう切り返しものはうまいですね。伊藤も疲れてますか？頭にもらった技のダメージじゃないですか。切り返しますね。ちゃんと走ってこれるもん。大丈夫ですね。大丈夫ですね、伊藤選手も。体が丸っこいですから、渡辺選手落ちる時もドスンと落ちてきますね、今。板が割れそうです。そう。今膝から行きましたね、顔面に。ああ、これ落とされるときついですね。頑張れ渡辺。よし。なんか今ちょっと斜めにスライディングしましたね。タイミングはそれほど良くなかったですね、入り方はね。タイミング悪くてもどうにかして入るんですよ。ああ、なるほど。無理やりでも。なんですかこれは。あ。おお、すごい。あ、これは辛い。紅死にそうですね、なんか。あれカットなかったら危なかったですね。うん、なんかついてましたもんね。防ぎようがないですもんね、この技だけは。防ぎようないですよ。おお、場外 JWP。場外、これで。これ渡辺に任したってところですかね。伊藤急がないと危ないですよ。伊藤は場外だな。ああ、やった、すごい。これはもう半田選手、もうこれ万事休すですよ。切られないですよね。伊藤は何ですか？いいペースですね、前場が。キャノンボールバスターですね。はい。いや、半田選手よく起きてきたですね、あれから。ちょっと今微妙ですね、このカウントはね。今のは何だったんですか？要するに 2.9 ぐらいで切り返したんですか。カットに入ったということじゃないですか。タイミングがね一緒だったんですよね。ただでも半田さんもなんかすごいあれですね。もうバテてますね。バテてますけどよく出てきたんですよ。出てきましたね。お腹の筋肉とかがもう多分しびれててブリッジが効かないというね。ホール持ってこいじゃない。疲れてますね。上がってますからね。そうですね、息上がってきてますね。今のちょっとね、レフリーのカウントもちょっとね、そうですね、これはちょっと、このままだとアンボンバーもらっちゃいますね。もらっちゃいますね。大丈夫かな？重いから余計ダメージあるんじゃないですか。ああいう自分にも来ちゃうんですよね。自分の体重も。試合の権利があるのは半田選手ですか。そうですね。タッグの場合だとどうしても相手パートナーのカットを待ってますよね。自力で返さないとさっきみたいになりますよね。高さはそれほどないんでね。おお、受け身取れませんね今の。最後はやっぱりスタミナ比べじゃないですか、ここまで来ちゃうと。そうですね。あとやっぱり、返し技とかね、タイミング、ポールを取れる技を一つ余計に持ってた方とかですね、そういうことになっちゃうんじゃないですか。これだけ大技食らうとスタミナがあるといっても、渡辺もだんだんグロッキーになってますよね。いや、側頭部のドロップキックっていうのもいいですね、今はね。今のは何ですかね、投げ技。なんか裏投げの、なんか変形の裏投げですか。そうですね。勝負はとりあえずつきました。帰ってきませんでしたね。紅谷社選手が渡辺智子をフォールということで、王座防衛ですね。2度目の防衛ですけどね、いや、チャンピオンチームも苦しかったですね。でもなんか、トレスラーとかありましたね、渡辺のあれとか。やっぱりこの渡辺大地、伊藤がまたパートナー変えて、挑戦しなきゃいけないですよね、こうなったら。でも、4人ともかなりきつい試合だったんじゃないですか。そうですね。渡辺選手、どうでした？よかったですけど。なんか最後効いてますね、渡辺。そうでしょうね。悔しそうですね。自分も悔しいです。悔しいですか。帰ってこなかったんで。復活したらバット渡辺組かなんかでね、やっぱり行くしかないですね。取りますよ、私は絶対に。私がやれば取りますよって。なるほど。認定証紅餌殿、半田美希殿。悔しいですね、自分のところのベルトが他の人のところに。やっぱり他の人のとこのベルト。早く奪回してもらうと工業的にね、いろいろ終わるんですよ。なんか持って帰っちゃってるの多いですよね。ジュニアのベルト、水色のフラッパのベルトですね。残り2つね、タイトルマッチあるんで、全場は全部守んないところはもう。見事防衛に成功しましたチャンピオンチーム、こちらの方に戻ってまいりました。はい、お疲れ様でした。今日の試合どうでしたでしょう。やりたいことを全部向こうにやられたって感じです、ちょっと喜びも半分かなという感じですね。そうですね。紅選手の方はどうなんでしょう。見ての通りだし、言葉はない。そうですか。しかしチャンピオンベルトはまだお二人の腰にありますんでね、またこれから頑張ってください。お疲れ様でした。第4試合はスペースフライングジムナスティックスと題してお送りします。まずは赤コーナーの全日本女子、チャパリータあさり選手です。ジムナスティックスということでね、お互い体操出身、非常に楽しみな対戦だと思うんですが、福岡選手も体操出身でインターハイとかに出ているそうなんですけど、今は空中殺法で勝負します。はい、頑張ってください。飛び跳ねてください。そして青コーナーは JWP の福岡選手です。今日はあさりとの対戦ということで楽しみですね。楽しみです。どんなところがですか。これまでに対抗戦って言ったら結構激しい試合の方が多かったんで、ほとんど全部そうだったんで、今日は浅利選手と体操をやってたという共通点もありますから、そういうところですごい前からやってみたいなとは思ってたんで、すごく楽しみです。はい、立体殺法が見ものということですね。頑張ってください。はい、本日の第4試合、スペースフライングジムナスティックス30分一本勝負を行います。青コーナー JWP145 番号福岡ひかり。赤コーナー全日本女子プロレス123パウンドチャパリータあさり。レフリー吉田真理子。さあ本日の第4試合、スペースフライングジムナスティックス、すごいですね。なんかこれはもう体操出身の2人にふさわしいタイトルですよね。はい、30分一本勝負、チャパリータあさり対 JWP 福岡ひかりの一戦。この一戦のゲスト解説者は JWP コマンドボリショイじゃなくて、今日はボリショイキッドさんですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福岡が体大きくなったんじゃないですかね。そうですね。またチャパリータのとこにいると、一緒にいるとなんか巨体のように見えちゃいますね。なんかアサリに対する声援がやっぱこのね、拍手を見てもすごい大きいですね。そうですね。その分ちょっと福岡選手やや損をするというような形があるんじゃないですか。やっぱり体操同じ出身でも同じことをやってしまったらアサリの方が軽い分生えますからね。そうですね。まあボリショイもこの中に入っていきたかったんじゃないですか。そうですね。体格的にはね、アサリ選手とピタッと合うんじゃないかという感じですけど。でもちょっと細いから、身長は向こうの方が高いんですけど、はい、やっぱりパッとね同じぐらいに、見えにっていうやや感じがしますけど、はいはい、私から見たら、ちっちゃく見えるんですよ。向こうの方が、はい、ああそうですか。3センチぐらい違うんですよね、はい、身長が。福岡としたらアサリの動きを止めたいんじゃないですかね。そうですね。体格差ありますから、上に乗っちゃったらやっぱりこういう展開になっちゃうんですよね。そうですね。あとアサリはまあこの大会用の秘技があるかないかというところなんですけどね。はい。母校の二階堂高校でなんか練習積んだみたいなんで、まあチャンスがあれば出すんじゃないですかね。二階堂高校。はい。体操ではかなり有名で、風間社長の母校でもあるんですけど。明大井の頭線明大前にあるんですね。福岡も例の何ですか、スペースフライングタイガードッグですか、あれを出してもらいたいですね、今日は。そうですね。どうでしょう、福岡選手、ややウェイトアップというか、体が大きくなってますか。そうですね、少し太ったというか、はい、今年は目標が大きいんで、なるほど、上の人を倒すためにウェイトアップして、ウェイトアップしたんじゃないですか。アサリはね、ちっちゃいけど馬力ありますからね。ドロップキック下から来ますからね。あ、そうですね。下から上にこうボーンと。下から顎のあたりが来るって感じなんですか。そう。喉に来ますね。喉。ああ。今のショルダースルーなんか全日本女子の若手時代の名残りというか、そういう投げ方でしたね。まだ若手なんですね。まだ若手なんですね。はい。あとはもうつなぎをね、試合のリズムとつなぎを覚えればアサリもまだ一皮むけると思うんですけど、ドロップキックと、要するにドロップキックと首投げと逆エビさえあれば試合ができるというんですか。福岡はなんかパワーのあるところを見せつけようとしてますよね。そう、力はもうありますよ。引っ張ったり掴んだりする力すごいですか。そう、あとぶん投げたりとか。あ、ぶん投げたり。あまさになんか自分の手袋がやりにくいに取ったんですか、ね。あ、そうですね。新しいコスチュームが気持ち悪いんじゃないですか。そういうことってあります。そうです。私がコスチューム変えるのはめったにないんで、たまに変えると心機一転で帰っている。なんか宇宙人みたいですね。そうですね。アサリは考えることも何考えてるかわかんないので、宇宙人みたいなんですけど。なるほど、そういう話ですね。でも気の強さって顔に出てきちゃいますよね。目つきがすごい鋭いですよ、この選手は。企んでますからね、いろいろ。企んで、なるほど。まあ今日も吉田麻里子はレフェリーなんですけども、はい、また4月に入って病院に行って、はい、もう1回検査を受けるということなんです。なるほど。やはり復帰には長引くといいますか、時間がかかるんでしょうね。この中に吉田と堀翔がいたのまた面白いんじゃないですか。そしたらもうちょっといろんなとこ走ったりするような感じになりますよね、きっとね。フライング2ですね、今の。高いですね。ええ、あさりとすればこの4試合目っていうのはかなり抜擢だと思いますよ。それにしても休まずに攻め続けてますね、あさりが。ちょっと受けに回っちゃってるかなという感じですか、福岡選手は。そうですね、でもまだまだ余裕ですね。余裕、あ、なるほど。やっぱり前場の若手選手は他団体の選手とやることで、やっぱり自分の実力っていうのをやっぱり出したいわけですよ。試されるというか、要するに自分の中ではある程度壁っていうのがありますから、はい、その他団体とやることで、私たちはこの人たちよりこんだけできるんだよというところをやっぱり誇示したいと思うんですよ。割と簡単に体入れ替えられましたね。そうですね。余裕がまだあるっていう感じですか。そうですね。あさりはもう逆に福岡ができないような飛び技で勝負するしかないじゃないですかね。まともにいったら勝ち目ないですから。はい。ドロップキックかと思ったら普通のハイキック。という感じで、その方が体格差わかるんですよね。あ、パワーが違うのかなというふうに。なんかすごい大きく見えますね。今日は特に大きく見えます。やっぱあさりは顎を骨折してから、はい、ちょっとは胸とか顎の攻撃を怖がってますよね。あ、そうでしょうね。ふと脳裏によぎるっていうか。結構今日の福岡冷静ですね。今あさりがキックをやろうとした手でガードしましたからね。福岡結構戦う人見知り的なところあるんですよ。初対決の人には結構人見知りしてしまうという。人見知り。今日もその人見知りの口ですか。空中戦を期待していたお客さんにとっては。ここまではやや意外な展開という感じじゃないですか。そうですね。ただまあね、まだまだこれはちょっと福岡としては空中戦だけだとね、やっぱりこうやって攻めでちょっとあさりと差をつけとかなきゃしょうがないですよね。チンロックとサイドヘッドロックないのこのような感じですね、ちょうど。やっぱり福岡は今年の目標はね、関西デビルとかちぐさとかを倒して、JWP のね、本当の騎手になるっていうのが、ね、目標だったと思うんですよ。だから、この浅井との試合はどっちかというとそういう路線じゃなくて、まあ、ちょっと明るくやってやろうっていうところなんですけどね。ただやっぱり、ちょっとどっか空いてれば反撃してきますね、あさり選手ね。そうですね。今なんかもう腕取るんだってもう一生懸命こう足入れてね、脇に。そうじゃないと攻められないですからね、大きい人には。そういう意味で福岡も余裕を出せそうで出せないですよね、やっぱり。体格差がない試合展開になってますよね、ここまで。そうですね。結構力強いんじゃないですか、浅井選手。そうですね、自分より大きい選手、逆エビで割と簡単に返しますからね。そうですね。これにちょっとね、なんか技を入れて流れをお互い変えたいんじゃないですかね。きっと力あるんですよ、馬力があるっていうか、ロープ逃げそうになったら逆指のままちゃんとリングの真ん中に持って帰ってきますから。強いですね、力ね。この辺で今回やっぱり戦う人見知りですからね、初対決の人間にはちょっと思い切りできないんですよ。もう1回転しましたね。吹っ飛んじゃってね。これきつそうですね。きついですね。座られる逆指とまた違った凄さがありますね。立ったままなんかもう本当また違った苦しさが。腰骨がずっと響くという感じですか。そうですね。私なんか首の方に来ちゃうんですよね。あれで。なんか大きくて。今館内から小川さん、あさり飛べようというような声が出てましたけど。そうですね。ちょっと流れを変えたいですね。そうですね。こういう密着状態続いてますからね。見ている方も割と痺れを切らすというか、やっぱファンの望むものというものがまだ出てこないですからね。早く見せてくれということでしょうね。で、あんまり逆指で絞られすぎて、いざバック転なんかやるときになったらおっとか言って痛かったとか。お互いそういうの狙ってたりしてね。福岡としてはなんか意図的にこうやって密着してるんですかね。腰攻める技非常にさっきから多いですし、踏ん張り効かなくしちゃおうっつうんですけどね。そうですかね。また密着しとけば空中殺法っていうのはありえないですからね。これが福岡がね、ファンの期待を察知してくれないとこのまま続いちゃいますよね。これが勝負という風な、勝負をしようという場合の作戦がこれなのかもしれないし、それはだから得てしてこういう対決っていうのはちょっと絡まれてる場合ありますよね。戦う人見知りってのはいいですね。面白いですね、それは。戦う人見知り、すごい言葉ですね。人見知りしちゃうんでしょうね、本当に。いたただ。やらせない。なんかネズミみたいですね。あさりちょっと焦ってますね。そうですね。こういうものってリズムが一つ狂うとうまくいかないですからね。そうですね。焦っちゃダメですよね、本当に。もうちょっと端っこの方がいい。ほら、クレードル食ったことがないんで、こうなっちゃうんですよ。福岡も諦めたのかな。そうですね。今クレードル決まらない、この野郎って感じで怒ってます。どさって相手落としましたもんね。でもまあ、じゃあこれできなかったから次はってどんどん気持ちを変えていかないと。あさりやっぱり上がるだけで注目浴びちゃいますよね。そう。すごい安定してますね。飛ぶ飛距離もあるし、フォームがちゃんと空中でもね。ロンダーとカンガルーキックあるんですよね。これかな。素晴らしい。これだけで全部の取れるそうですよね。そうですね。すごい。まあ、これ期待してますよね、みんなね。これもあるんですね。まあ、福岡はボルショイ選手とかやってるからこう小さい人との戦い方も分かってるんじゃないですか。そうですね。あ、控えてる。これは出ますね。うん、これ決めてもらいたいな。あ、頭からいった。ちょっと肩口から危ない落ち方ですよね。ああ、これは決まっちゃったですね。パワーの空中殺法が勝ったと思うんですね。やっぱりムーンサルトのフォームも綺麗ですけれども、やっぱり基本的にはボディープレスですから、またね、浅利が成長してからやってもらいたいね。そうですね。ジムナスティックス対決は福岡光選手に軍配が上がりました。おめでとうございます。どうぞ。セコンドにはデビル正美さんの姿もありましたけれども、思ったような試合できましたか？いや、最初は入場の時から自分のテンションを高めようと思って、浅利選手のこういう軽快な動きとかに、自分も負けないようにと思って、最初だけちょっと入場の時と始まっての時のテンションをずっと試合中に、自分で途中で止めちゃったわけじゃないけど、グラウンドとか入って会場のそういう静まりとかって、お客さんのせいじゃないけども、お客さんのせいじゃないんですけど、自分のテンションそこをそうやって止めてしまったのが、浅利選手にも申し訳ないなって、ちょっともうちょっと、噛み合ってないようなとこもあった。打倒上5人宣言をした福岡選手としてはちょっと課題の残った試合ということですか？そうですね、自分がやっぱりこの試合じゃ私の方がキャリアあってなのに、そういうやっぱりお客さんも含めて浅利選手を引っ張ったりとかできなかったですよね。ちょっと悔やまれるところですね。はい。第5試合はプロフェッサーレスリングバイブルと題してお送りします。まずは全日本女子の南、そして白鳥亮選手です。さあ、今日はどうですか？今日この横浜アリーナに出場するのは自分にとってとてもラッキーだったと思うので、その運の良さをリングの上で発揮したいと思います。はい、ジュニア選手権のリーグ戦で頑張りましたもんね。はい。そして南選手、今日は白鳥引っ張っていかなきゃいけないんじゃないですか？そうですね。ナース選手は白鳥に任せて、私は工藤と真っ向から勝負したいと思います。はい。はい、そのあたりの激突も見ものです。そして青コーナーは FMW からの参戦です。工藤めぐみ、ナース中村組ということなんですが、工藤めというとやはりアジャとのシングル、あの印象がねまだ残ってる感じしますけども、今日はどうですか？今日はタッグマッチなんで、前回の両国のことは忘れて今日のタッグマッチに目を向けたいと思います。レベル的には本当にもう一緒だと思うんで、とにかく勝ちを狙っていきたいと思います。はい、そのあたりナース選手はどうですか？工藤さんの足を引っ張らないようにFMW のプロレスをするだけです。はい、頑張っていただきたいと思います。本日の第5試合、プロフェッサーレスリングバイブル30分一本勝負を行います。青コーナー FMW140 パウンド那須中村、同じく青コーナー140パウンド工藤めぐみ、赤コーナー全日本女子プロレス140パウンド白鳥千佳子、同じく赤コーナー160パウンド南鈴鹿、さて本日の第5試合、プロフェッサーレスリングバイブル30分一本勝負、南鈴鹿白鳥千佳子組対 FMW 工藤めぐみナース中村組の一戦をお届けしてまいります。この一戦のゲストは先ほどタッグマッチを戦い終えたばかりの半田美希選手、よろしくお願いいたします。お願いします。こちらの半田選手は FMW の FMW 勢と当たったことありますよね。あ、私はまだない。まだないですか。そうですか。この中では南選手だけ。あ、そうですか。はい。このプロフェッサーレスリングバイブルというのは各チームとも実は南選手がコーチというかプロレスの先生であって、FMW ではまあ工藤がコーチというか先生ですね。みんなに教えていく立場にあるということで、そういうつもりじゃなかったかもしれませんけれども、試合前に2人とも来てたコーチームが南選手も工藤選手もどちらもなぜか赤ピンク系統のチャイナ系のドレスだったっていうのは割と不思議だったなという感じがします。また多少キャリアの差がある選手同士がタッグを組んでいるというのもまたこの試合の特徴じゃないかなという感じがします。半田選手と紅野手だったらキャリアが同じっていうかそんなに変わらないじゃないですか。このタッグマッチに関しては若手と言われちゃってる人と、まあベテランというようなチームなんで。半田選手から見て南選手あたりはどういった選手になりますか？なんか誰とでも合うっていうか、誰もどの選手にも合わせて自分の好きなことをできる人だなっていう感じがします。この選手のプロレスって一瞬の狂いもないんですよね。なんか無駄な動きがないって感じ。この高さですしね、今なんか。また正面向いたドロップキックっていうのはなんか全日本女子の伝統みたいなところあるじゃないですか。そうですね、今のドロップキックなんかもこうやってやるんだよっていうような、見せてるって感じがしましたよね。本当はあまり目立つことする選手じゃないじゃないですか、南選手は。たまには目立ってもいいと思いますけどね、レスラーですから。今の回転技なんかも、全日本女子から工藤を経由して中村に伝わっていった返し技っていう感じがしますよね。FMW のレスリングというのはコーチしている方とか、みんなで練習する場合、男子のプロレスが基本になってるんですよね。ですからみんなFM 所属の選手というのは動きが男子プロレスのそれに近い。FM 勢と当たった時そんな感触ありました？まだ1回も本当に FM の選手とはまだ当たってないんで、1回やってみたいなとは思うんですけど。白鳥のドロップキックもなかなか打点が高かったですね。半田選手と工藤選手だったら体格的にも近いという感じがありますね。水着のスタイルも似てますしね。半田選手は白鳥選手なんかどういうふうにご覧になってます？なんかもうちょっと肉がつかないと受け身しても痛そうだなっていう感じ。身長はすごくあるんですけどね。声上げながらこの人声がかすれてきちゃうんですよね。声がかすれて行くぞっていう時声が聞こえなくなっちゃうっていうような、それがこの選手の特徴というか、それがいいっていうファンの方もいると思うんですよ。やはり指示出してますよね。ここにここになんて言って。ですからこのタッグはそれぞれの先生たちが団体の先生みたいな人が出てきたっていう感じじゃないですか。FMW、今の形ですけどそうですけども、LLPW ではやはり先生という存在は先生でもないですから、みんなが個人的にそれぞれの道を歩むって感じですか。そうですね。でもやっぱりスパーリングとかやった後とかは先輩とかに、はい、どこが悪かったとかは全部、でやっぱり対抗戦が始まってからは、本当にもうガンガンいかないともうやられるっていうのがみんな分かってきたんで。そうですね。今日の全日本タッグなんかの場合も、伊藤、渡辺スタミナあるなっていう感触ありました。やっぱり試合数は多いですもんね。やっぱり普通のスパーリングとかだとやっぱりお客さんが見ているのと見てないのでやっぱり全然違うなっていうのは、今、リング上では工藤選手のヒップアタックが2つそうですね連発で決まりましたけれども、先生同士が今当たってますからね。女の子系の選手が4人なんですね、この。そうですね。タッグだとやはり1人か2人髪の毛の短いボーイッシュの選手が入ったりしますよね。なぜかこれはよく見ると全部女の子系の選手なんですね。全日本女子のコンビは、通常タッグ組んでませんしキャリアも随分違うんですけれども、割と絞り系の花の水着っていうことで統一してあるんじゃないですか。南選手と平田。やっぱりまとめ方は職人って感じしますよね、南選手。新しい持ち方ですね、これは。これは新しいですよね。展開がやはり先生って感じしませんか、見てると。次は何を見せてくれるんだろうって言って、やっぱりあるポジションに戻っていくんですよね。半田選手もどちらかというと職人肌を目指す方じゃないですか。自分ではそんな意識はしてないんですけど、今日の白鳥近子は割と声が出てる方ですね。おとなしさが一番のなんか難点かなって今まで言われてましたから、声が出てくればやっぱり運動神経とか、身長、体重、体重は今ちょっともっと増やさなければと思いますけども、これだけ身長ありますしね、すごい素材としては面白いというか。全然今日の白鳥選手遜色ないですよね。なんとなくタッグでも1人だけ心もとないとかそういう場合があるじゃないですか、でも今日は本当に出遅れているところがまだ全然ないというか、それはすごいことだと思いますね。そうするとこのリングの中にいる4人というのはハンド選手にとっては割とまだ当たってない連中というか、はい、まだ南さんぐらい。なるほど。全く非力なところがなんかなくて、白鳥近子らしくないって言ったら怒られるかもしれないですけども、あ返していきますね、はい、工藤選手の張り手ってすごいらしいんですよ、はい、新人時代アジャとかがそれが怖くて、はい、1回も勝てなかったんですって、はいはい、工藤選手にそういう工藤選手のその怖い部分っていうのはすごいたまに見たいなという感じがするんですけど、はい、まあそういうタイプの選手なんですって、はいやはりなんか展開を考えるのは工藤ですね、はい、割とナース選手が攻めあぐねちゃうっていうか、はい、あこれはと思った時にちゃんと出てきてこうしろああしろって指示を出すっていうのは結構すごいことだと思いますね。はい、南選手出るとなんかムード変わりますね、はい、お今のパイルドライブ手持ったままでしたね、はい、今のも、新しい技というか南選手はベテランなんですけどもそれでも新しいのに持ってくるっていうか、これは最近対応してるんですよね、南選手は。あ、今いいタイミングだったですね。はい、あれタイミングが命じゃないですか。はい、一瞬遅れたらもう台無しじゃないですか。はい、白鳥千佳子選手いいですね、はい、ブリッジのまま起き上がってくるのも、はい、女子プロらしい動きなんですよね。あ、そう、男子はないですね、絶対ないですよ、はい、ええ、トペが綺麗な時というのは工藤選手調子のいい時らしいんですよ、はい、気分が悪い時はやっぱり全然飛べないっていうか、ええ、本当によくパートナーを動かしてますよね、この人ね。そういう役に徹するってすごいことですよね。それにしても今日の白鳥千佳子よく動けてますね。本当に動きが速い、はい、みんなああなんか後頭部から落ちたような、はい、すごい落ち方ですね。どうやら大丈夫らしいんで、安心しましたけど、はい、後から痛いってこともありますしね、はい、恐ろしいですよね、これ。試合時間15分経過、あっという間に15分だったですね。今のも本当に工藤選手がナース中村を動かしてって感じですよね。場所まで作ってあげたじゃないですか。ここっていうふうに。白鳥大成長って感じですね。よく動けてるしタイミングもいいし、また全然なんかおどおどしたところがないですね今日は。本当に先生お願いしますって感じですね。今なんかやっぱ体重がないなって感じじゃないですか。ブリッジしきれてないし崩れちゃったというか。あ、決まってたということですか。16分32秒。FMW 工藤にナース中村組の勝利でございました。南のカットよりも一瞬早く、レフェリーがそうですね、試合終わったんですね。この試合は FMW 工藤めぐみナース中村の勝利ということですね。勝ちましたFMW タッグチームにこちらに来ていただきました。おめでとうございます。どうぞお疲れ様でした。さあ最後のあれオリジナルのスリーパーですよね、なんていうんですか。いやなんかいろいろついてるみたいなんですけど、そこによってちょっとまだ名前がバラバラしてるんでまだ一概に何とは言えないんですけど、思わずギブアップしてしまったという感じですよね。攻め込みました。さあそして今日大丈夫ですか。さっき頭ちょっと打ちましたけど。はい大丈夫です。試合前に足引っ張らないようになんて言ってましたけども、どうでしたか。緊張しすぎて自分でも今試合で何やってたとか全然覚えてない状態なんですけど、ずっとやられっぱなしだったのだけは覚えてるんですけど、教授としてはどうですか。そうですね、今日は南選手にターゲットを絞って南選手からホールを取る予定でいたんで、勝ったことは勝ったんですけど、やっぱり南選手がホールを取りたかったです。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。第6試合は IWA 女子選手権試合、リングマジシャン飛翔演舞と題してお送りします。チャンピオンの豊田真奈美選手です。今日どうですか。IWA の防衛戦をするのは久しぶりなんですけど、今日はこの大観衆の前で豊田真奈美の強さをはっきりと示します。チャレンジャーについてはどうですか。プラム選手に関しては。ガンガンぶつかってきてください。名勝負を作りましょう。はい、期待してます。さあ、そして挑戦者のプラムマリコ選手です。さあ、今日はどうですか。相手トヨタですけど。はい、やっぱり相手のペースに乗って試合進めちゃうとやばいんで、今日は関節技とかで私のペースで試合を進めたいと思います。はい、頑張ってください。続きまして赤コーナーより選手権保持者全日本女子プロレス豊田真奈美選手の入場です。さあ本日の第6試合です。いきなりプラムが突っかけていきました。 IWA 女子選手権試合リングマジシャン飛翔演武全日本女子プロレス豊田真奈美対プラムマリコの60分一本勝負であります。この試合からは実況私斉藤みずる、そして、放送席には吉田真理子さんを、お招きしております。吉田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、ちょっと波乱含みの幕開けということになりましたけれども、タイトルマッチ、今日は実にタイトルマッチが4つそうですあるという、あ、ごめんなさい、5つですね。全日本タッグ、先ほど、終わりましたけれども、その今日第2弾ということになります。第3弾第3弾ですね。はい、第6試合リングマジシャン飛翔演武 IWA 女子選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー、挑戦者 JWP150 パウンスプラムマリコ。赤コーナー、選手権保持者全日本女子プロレス150パウンストヨタマナさあ IWA の選手権試合であります。チャンピオン豊田真奈美に JWP はプラムマリコが挑むという形になりました。お互いにニューコスチュームが非常にこの横浜アリーナの中央にきらびやかに輝いているという感じがしますけれども、さあまずはがっちりと握手をしてクリーンな展開になるんでしょうか。ジョン・エラント仕掛けられたので一応握手の手を出しましたね、トヨタがね。あとまずはあれぐらいじゃ動じてないですよね、トヨタさん。格が違うって感じですか、やっぱり。だから先制攻撃仕掛ければ仕掛けるほど格が下になっちゃうんですよね。でも先制攻撃しかないですからね、プラム選手としては。おっと張っていきましたが、ローリングクレイドルにいきなりいったという。おっと、でもよく読むというか、今のうまかったですね。プラム選手は試合巧者として知られてますから。またしても今度はトヨタが先ほどのお返しとばかりに場外乱闘、ダウンしたままブレーンバストやられましたからね。こちらの放送席まで場外の自分の手で今マットを剥がして、おっと強烈ボディーサー。今こちらの方もですね、放送席も一瞬地響きを立てて揺れてしまったわけなんですけれども、さあ通路側、おお、これもすごいなんでしょうか。オクラホマスタンピードのようにね、叩きついてましたよね。これはプラムにとっては強烈。そんなボディスラム防ぎようがないですからね。先ほどの先制攻撃、ここはちょっと裏目に出てしまったのか。吉田真理子選手、今までの展開は、いや、なんかトヨタさんに余裕が見られるかなって感じですね。今のもね、倍返しという感じでしたけれどもね、この場外乱闘。倍返しっていう言葉、トヨタ選手似合いますね。なんか怒らせるとね、いや、なんかいかにもやりそうな、怖いですね。そんな気がします。はい、さあ、もう一度場外。でもトヨタ選手ってツンツンしてた方がいいですよね。そういうレスラーじゃないですか。見事なロープワーク、三角飛びからのアームホイップ。私は違うのよっていうプロレスしなかったら、やっぱ豊田真奈美って感じしませんよね。そしてプラムのお株を奪おうというばかりの関節に取っていったリング中央、豊田真奈美。肩から二の腕にかけてレースで囲ってあるってところが、今日言ってたんですよ。自分解説で豊田さんにお聞きしたら、なんか本当はボディコンみたいなセクシーな水着を作りたかったみたいなんですけど、なんかちょっとぶりっ子みたいになっちゃったとか言って結構ぶりっ子みたいなの多いでしょこの人。去年の映画も覚えてますか？なんかピンキーのなんかひらひらな羽がついてたやつ、相当すごかったからね。でも今日のはなんだかんだ言って気に入ってるみたいですよ。いや、トヨタ選手のいつものイメージは崩さずにちょっとずつ工夫がされているというね。この辺りもビッグマッチの楽しみ方の一つでもあります。7でおっと裏から7で固めていったカウントアップ2。この辺はさすがにテクニシャンの夢を取ります JWP の中でも関節技、そして固め技に対しては非常に定評のあるプラムマリコ。差し物トヨタといえども油断をするとうまくやられてしまうという可能性もなきにしもあらずというこの今日の第6試合であります。プラム選手の方になんでしょう、タイトルだし、要するに勝つ可能性があるとしたら、意外と地味な技でっていう感じがするんですよね。試合巧者と言われてましても、テクニシャンってテクニックの面でトヨタ選手にはやっぱりレパートリーで絶対かなわないと思うんですよね。地味な技というやはり一瞬の固め技か、そのあたりでしょうか。勝機があるとすればね、ビクトル投げで膝十字になりますよね。ビクトル投げで投げておいて膝十字に行くと見せかけておいてフォールを狙うとかですね。なるほど、なんかね、そういうふうに考えないと。斉藤はもう考えてますけど、今のこのトヨタに勝つにはどうしたらいいかってやっぱりそうですよね、考えちゃうんですよね。当然本人も何らかの秘策は心に託しての、かっこいい大技で勝てるわけないですよね、競争したら。そうですね、飛び技だってちょっとこの人と競争するのは無謀ですよね。こういうこともしますからね、この攻撃。さっき髪の毛持たれて投げられたからお返しですよね。本当倍返しって感じ。割れんばかりの声援は横浜アリーナ1万人を超える大歓声。ランニングドロップキック、強烈に顎の先端にヒットした。今度はダブルアームの形からパイルドライバーのように持ち上げて、このままおっと頭に血が上っていくぞプランマリコ。投げるでもなし投げないでもなしっていうのちょっと嫌でしょうね。そうですね、サーフボードスタイルからどうやら必要にこのプランの関節技。それからですね、最近発見したんですけど、こういう風な止め技っていうのありますよね。グランドヘッドロックとか、そういう時に顔が見える動作に意識的にするんですよ、トヨタ選手。トヨタさんが自分が攻める時ですか？外に顔が出てて、その時だけ髪の毛がバサッとならないで、じゃあカメラマンの方々これから写真撮っていいわよと。相当なナルシストですからね。そうなりますとね、計算尽くしてそれだけの技術があるってことじゃないですか。プロ根性というかね、はい写真どうぞ。そして今カメラマンが3人ほど青コーナーの方に走ってきましたけれども、素晴らしいですね。ですよトヨタも。いやいやいや、そしてこれが雑誌のねグラビアを飾ってしまうという。だってここで写真撮るって言ってるような感じしません？そうですよね。しかもリング中央、いやいや、これは珍しい、トヨタにしては珍しい攻撃。プラムのちょっとお腹の部分が空いてるところに噛みつき攻撃。どうやらトヨタ今日はかなり切れてるような、そんな期待しますけれども、ちょっとこれは崩れたが、バックフリップのような形であれはプラム選手の得意な技ですね。これは連携の膝十字ですね。今のカニバサミからっていうのをすごく得意にしてますから、まさにサンボテクニックでありますけれども、飛びつきの膝十字。しかしちょっとポジショニングが悪かったが、今みたく相手の体ポンポンって叩くとリングスとかでは私参りましたっていう意思表示ですよね。そうですよね、ギブアップの表示になってしまうんですけど、トヨタはバカ野郎ってぶったんだと思うんですよ。また複雑に足を畳んでいきましたけども、選手の場合は多少かっこ悪くてもいいからもう掴んどくとか、そういうことじゃないですか。いや、これは裏四の字のような形に畳んでますけれども、どういう今、紙つい攻撃のやり返しましたけどもね、プラム。ご覧のように足が複雑に絡んでおります。この辺りもサンボの関節技。トヨタのペースを乱すには、かっこ悪い形にしてやることじゃないですか。かっこ悪い形、彼女のプライドをずたずたに傷つけるような、でも、本当またボコスコにされますからね、困ったレスラーですよね。まあしかし、後々のことを考えてはね、プランも勝機がありませんので、なりふり構わず、関節だと思いますよ、どうですか、吉田選手。そうですね、まあ関節技のバリエーションでは、このプラム、ひょっとしたら唯一トヨタに、勝っている点かもしれません。勝ってるところはたくさんあるかもしれないですよ。コツコツと地味に、攻めを攻めていくというか、そういう部分では粘っこいタイプですよね、プラムは。それからスタミナというか長い試合こなせて、というような気もします。なるほど。でもトヨタさんもスタミナとかに全然負けれないですよ。もうどうすればいいんでしょう。すぐ回復しちゃうから。すっくと立ってきますもんね。艶消しの黒の水着っていうのがまたいいと思いますよ。普通プロレスのコスチュームを作るとこだとピカピカになっちゃうじゃないですか。スパンデックスのこの人はチャコット系っていうか。チャコット系です。だからバレリーナの。今日も艶消しのね、黒で、その中にキラキラを入れるんですよね。出ましたね、飛びすぎましたよ、今、ちょうど膝のあたりがプラムの顔面を捉えたような形になりました。ワンステップでのトップロープからのダイビングボディアタック、ものすごいドロップキック、いやー、もう今、当たる前からね、ちょっとヒヤヒヤっとしたんですけれども、プラムは完全に大の字だ。大丈夫か、プランマリコ。ノックアウトされましたね。トヨタさんの勢いがすごくて、もう受け身取る場所がないぐらいすごいですよね。今ロープに半分ぐらいリング飛んできますからね。トヨタのランニングドロップキックといえば、最初の対抗戦でしたけどもね、川崎ドリームラッシュで尾崎真由美がね、完全にノックアウトされた場面がありましたけれども、何かあのシーンを思い出させるようなランニングドロップキック。しかしカウント2、プランマリコ。この割りはトヨマかわして、おチキンウィンか、こういうことじゃないですか。チキンウィンク、フェイスロックだ。右手の方がハーフネルソン取れてないんで、完全な形ではないですかね。でもああいう不意なところから入られたらギブアップしちゃう可能性もありますよね。なんとかして関節技に勝機を、そしてペースを見出していきたいという重い DDT でしたね。こういうんじゃそれをブリッジで返すのがすごいですよね。頭技なのにね。さあ今度はプラム、トップロープから、ちょっとこれは無駄な時間がかかりすぎた。キック一発、何をもたもたしているんだという感じでね、蹴っていきましたけれども、松坂さんがリングに落ちてしまったプラム、大丈夫か。トヨタ選手のスピードに合わないものはすぐにカットされちゃいますね。そういうことですよね、本当にね、厳しい。こういうふうにすればいいんじゃないですか。いやいや、したたかにすかしていきましたけれども、トップロープに乗るのなんか、エプロンから、ヒップアタックだ。ロープにトップロープに乗るスピードが遅すぎたんですね、きっとね。さあ、場外へのダイビングヒップドロップから。リング上、今度はプラム何があるか、バックドロップ。さあもう一度チャレンジというところであります。先ほどやりたかった技、それが今ここで見られるわけですけれども、何でしょうか。ボディアタック、フライングボディプレス、完全に余裕を見せていたトヨタ、もろに足で返していきました。で先ほどうまくかわされたこのローリングクレイドル、意地があります。もう一度というね、リング中央ぐるぐると回していきます、ローリングクレイドル。リング広く使いながら回転しますよね。いや今トヨタがね、まだまだと言いながら、自分に言いながら回し続けている。いやこれはまたいきますね、今日も。まだまだいきます。プランマリコの平行感覚がどんどん失われていくが、さあ大丈夫か、カウントはカウント2、オフケースで立ってきちゃいますねまだ次がいっぱいありますからね、トヨタさんは。私まだ全然攻めてませんって考えてるんですか。今のもトヨタも全部やる必要ないんだから、今回っているはずなんですけれども、あー、このムーンサルトを決めていた。プラム、プラムチャンスですか。お、あ、こういうふうに STF ですか。すかさず STF リング中央、さあガッチリと決まってるぞ。さあ膝のフックはどうか、右手が伸びているがサードロープには届かないトヨタ真弓。少しにじり寄っていった。攻めとしてはすごく今なんかね理にかなってるというか、失敗して寝てるとこですから、ただどっかオリジナリティがないんですよね。 STF ってやっぱ流行りの技じゃないですか、みんながやっちゃうんで、まあプランも味が薄まっちゃうというか、フィッシュストレッチスリーパーなどね、まあ似てるようなオリジナルの技あるんですけれども、まだまだそれを出すには至っていないという感じであります。お、フランケンシュタイナーか、流れ式フランケンシュタイナーを狙ったが、いやー、そう簡単にトヨタ相手の得意技をやられる。あそこに座ったままぶっちゃいますからね、この人。あー、後ろからミサイルキック。腰を直撃。今すごい顔しましたね。トヨタさん、今のはジャーマン高角度危ないぞ。いや、鈍い音がしました、今のジャパンスープレックスホールド。やはりトヨタ真奈美余裕ありますね。だんだんなんかその役者の違いが見えてきましたね。そんな感じですね。もちろんプラム選手もベテランにと言ってもいいキャリアなんですけどね。ストレッチプラムだ。ストレッチプラムリング中央、一瞬の隙をついた関節技、これはいいと思いますよ。攻めとしては非常に決まり具合はどうでしょうか。あれで左手が完全にフックすればという体勢ですけれども、ちょっと腰を落としてディフェンスしようというトヨタ、やはり固め技でしょうね、こういうふうに。ストレッチプラム久しぶりに見せました、プラムマリコ。しかしロープエスケープ、ギブアップを狙う。ダルマシキだ、ダルマシキジャーマンカウント危ない。おっとトヨタ真奈美、いい攻めでしたよね今のね。やっぱロープに行ったら一瞬はロープになったと思うから、そういう、ああちょっとモーションが大きかった。クロスアーム、いや鈍い形で決まってしまった。離れ際に背中とかピタッとかぶってやりたいですよね。なんか離れ際にピタッとか一発。ちょっとね、プラムにも一瞬勝機あったかという場面でしたけれども、すかさず形勢逆転でムーンサルト。カウントは返したプラムマリコ。今太もものあたりでしょうか、見事に決まったんですけれども、カウントは2。全然なんか疲れてない感じですね余裕ですよね。トヨタの立ち方、歩き方見てると、まだね実は手の内を半分も見せていないという状況ですから。しかし行きますよ、もう早くも早くも行きますよ。いやジャパニーズ最後のうまくかわしたが、もう一回、ビクトルレイから素晴らしい。いやプランもどうやら研究してますね。そうですね、本当この攻めはいいですね。ビクトルレイからの左十字、ちょっと苦しそうな表情になってきたトヨタ真奈美。いや先ほどの余裕の表情が一転、苦悶の表情と変わってしまったが、トヨタ真奈美、割れんばかりの大歓声がトヨタに逃げられるか。ロープに虹色寄っていくが、サードロープにはまだ足がかからない。ここでロープエスケープ。どうやら集中的に左足を攻めていこうかというプラム。ここから何があるんでしょう。ここからですよね、何が持ってくるか。さあゆっくりと立つのを見計らってミサイルキック。トヨタの株を奪うようなミサイルキックを叩き込んでいった。さあもう一度対角線を使った攻撃であります。プラムマリコの逆襲だ。もう一回ミサイルキック、重たい感じがしましたけれども、カウントはどうか。今2発目のミサイルキックはトヨタ選手が思わず見ちゃったっていうやつじゃないですか。おおおこれもまた面白かったですね。いやいや完全に決まってますよ、関節が。アームとヘッドシザース両方ですね。今日本当にLLPW 勢もそうでしたし、はい、あれですね、半田選手、紅選手、新しい関節いっぱい持ってきましたし、はい、先ほどのタグに出場したベテランの南鈴鹿が結構新しいの2つか3つ持ってきたんで、やっぱ今日の日のためにみんなまあね、満を持しての対抗戦ですからね。ああ、フランケンシュタイン、すごい、これはすごい返し技だ。今ね、プラムがなだれ式のフランケンシュタイナー狙ったんですけれども、すごすぎた、今のバーボムなんかものすごいパワーボムで返して、そしてトップロープから今度はすごい飛距離だ。すぐ起き上がってしまうこのトヨタマナミ、元気まだ。いやー、攻め込まれていてね、一瞬どうかという、もう一回飛ぶんじゃないですか。場面もあったんですが、すごい飛びです、ワン式ダイブ。いやー、本当に恐れ入りますね、この人の運動神経、わらし感覚、まだやりますよ、ちょっと、なんかとどめがあるそうです、信じられないですね、これは。キックか、すごい、うわ、すごい、だって自分だって落ちるのに、そうですよね、2歳、あ、またすぐ戻ってきましたよ、この人、不死身ですね、不死身の、そうですよね、また行きますよ、ちょっと、プランマリコなすすべなし、場外大の字。場外大のジャプランマリコ、なんか珍しいですね、こういうトヨタさん。でも多少ちゃめっ気出さないとちょっとあまりにも憎らしすぎるって時あるじゃないですか、トヨタさんって。だからこういうちゃめっ気嬉しいです。はい、でもなかなかコーナーでどっかり、これはこれ見ただけでトヨタのマナミ好きになるっていう人ずいぶん増えたんですよ。また座ってくださいとか言ってファンレターを書いて、わかんないけど、あの時すごくかっこよかったですとか言ってあるかもしれない。だってみんなに小さな感動をちょぼちょぼ与えないと。どうやら今、場外アウトカウントが数えられていますけれども、カウントアウトはかっこ悪いですよ、プランも早く上がらないと。プランもね、いや、危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ、あっと、しかしここでトヨタが自ら入れちゃいましたよ。今、このトヨタに。あー、ここでとどめですか。これで決まっちゃったら、もうプランマリコ完全にグロッキー、完全にグロッキーであります、プランマリコ。トヨタさん本当にひどい目ですね。平気なんじゃないですか、ね、ジャパニーズオーシャンサイクロンだ。プランマリコは苦悶の表情だ。もうなすすべがない、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックス、ものすごい音を出してきました。なんかやっぱり楽しんで料理したというような感じでしたね。最初からなんか余裕の表情でしたね。こうやろうかなって思ってたって感じでしたね。でプラム選手、いろんな試みはできたんだと思うんですよ。膝十字、ストレッチプラム、いろんな連携のね、関節技も出してきましたけれども。いやー、しかし終わってみれば役者が違ったかなという富田愛美選手が否めませんね。自分が負けることなんてこの世にありえないという戦い方をしてるからなんかそういう本当にそういう感じですよね。なるほど、しょうがないじゃん、そういう人と試合をするというのは。まあプラムもプラムなりに自分の良さを出していったんですけれども、やはりちょっとね、格の差というのを感じてしまっているのは実はプラム本人なのかもしれません。トヨタ選手は最終的にはアジャ選手とかね、はい、そういう人と打撃戦のシングルに立ち向かっていくというのが一番じゃないですか。なるほど、不思議と打撃だけはないですもんね。そうですね。トヨタマナミ選手に無視前に認定証の授与でございます。まあ強いですね、トヨタ。あなたは横浜アリーナで行われた全日本女子プロ協会並びに IWA 認定IWA 世界女子選手権試合で見事勝利を収められました。ここに認定士とチャンピオンベルトを贈りする名誉を与えます。平成6年3月21日、今上田コミッショナーから認定賞、そして紫の IWA のベルトが再びこのトヨタマナミの胸に腰に巻かれたわけであります。この IWA という紫色のベルトも、はい、いずれは他のベルトと統一していく方がいいんじゃないかな、チャンピオン同士でやって白いベルトと紫のベルトとかね、パシフィックチャンピオン白いベルトあたりと、はい、ダブルでやるのも面白いんじゃないかなと思いますね。なるほど。さあ今日の第6試合 IWA 女子選手権試合、チャンピオン豊田愛美対挑戦者プランマリコの一戦でしたけれども、チャンピオンの豊田愛美貫禄の防衛ということになりました。 IWA のベルトを見事に守りましたチャンピオンの豊田愛美選手です。おめでとうございました。今日はもう完璧というふうに見ていいんでしょうね。そうですね。でもすごいプラム選手があそこまでできると自分は思ってなかったんで、JWP にも尾崎関西だけじゃなくてあんないい選手がいるって初めて分かりました。はい、新たなライバルに成長する可能性ありますか？はい、そうですね。自分にない関節とかそういうものいっぱい持ってるんで、自分ももうちょっとそういうところを勉強してもう一回プラムと戦ってみたいなと思います。はい、頑張ってください。新たなライバル出現の予感です。